綺麗な洋式のトイレでした。と7時42分、気温は17度、爽やかなお天気です。今日は藤原岳に挑戦したいと思います。レッツゴー。はい、藤原岳登山口に向かいます。ログハウスからの森、これがログハウスかな。藤原口、あ、違う、待って、藤原岳登山口休憩所。こっちは車いっぱい止まってた。各種消毒があります。まあ、中広いでもあるし、あ、熊に注意。熊鈴つけてこうか。はい、熊鈴も装着しておきたいと思います。どこ歩いてた？全然気づかなかった。はい、神社あります。これどうする？再生してこうか。うん。登り始めはこんな感じです。木が茂ってるからちょうどいいぐらい。涼しい、涼しくはないけどちょうどいい温度です。休憩タイムです。早速ドーピングしたいと思います。今日は明治のスーパーバームです。こんにちは。2合目だってまだ2合目か。2合目到着。筒なんか急に岩が増えてきたね。なんかちょっとだけ景色見えてきた。だいぶ来た。6合目到着。何の箱だろう、見て。変わってる。これも。こっちに繋がるんだね、さっきのやつね。うん。藤原岳7合目到着。時間は9時22分。グレーの石が見えるようになってきた。8合目到着。疲れた。9合目到着。時間は9時58分。9合目に到着。うわあ。そういい景色。 タンスが見えてきた。やった。わあ、綺麗。すごいね、なんか。ちょっと別世界。 超綺麗で、あそこ歩くってこと手洗いもある。 おにぎり食べる？歌平、鉄塔の裏からも行けるんですけどね。 南アルプス、北脇から。 正直まで絶景です。めっちゃ綺麗です。